国葬うちらは求めてない選挙ギャルズら約110人が東京都心でパレードと、うん、こんなのを記事にする必要あるのかっていう話なんですが、はい、まあ、東京新聞なので、うん、東京新聞はあの国葬反対デモって他でやってるやつがあって、うん、それも記事化していて、はい、なんならあの今後の国葬反対デモまとめっていうのを一覧にして記事にしてるんですよ、うん、はいはい、それぐらいもう活動家御用達の、うん、新聞としておなじみの東京新聞なんですが、はい、政治に関心のある若者で作る選挙ギャルズが20日安倍晋三元首相の国葬や会見に反対するパレードを東京都内で行った。インスタグラムなど、交流サイトで呼びかけ約110人が参加。国葬うちらは求めてない、などと訴えながら日比谷公園から日本橋まで約2キロを行進したと、うん、軽快な音楽に合わせて、うちらは求めてない国葬返せよ、うちらの民主主義と、なんかあまり語呂が良くないですけど、てか民主主義奪ったこともないんだけど、いや別に普通に今も民主主義ですよっていう、めちゃくちゃ民主主義だよ、はい、本当に、はい、で国葬に反対、憲法改悪マジ反対など自作のプラカードを掲げて歩いていたということなんですが、これあのたまたまなんでしょうけど、たまたまそのパレードで使っていた車が共産党が使っているやつと同じだったっていう、おたまたまね、たまたまなんかあのキラヨシコとかなんかあの辺が使っていたような車と同じそのなんか番号ナンバーだったというのもあったりとか、であと参加したあの国会議員、社民党の福島さんとか、はい、うん、共産党の田村さんとか、はい、もうやっぱ小ギャルですよね、おなじみのメンバーですね、古いギャルと書いて、はい、小ギャルが古い参加していたりとか、そっちか小ギャルが参加していたりとか、イニシエですね、イニシエの、はい、ギャルが参加していたりとか、はい、まあ、あのキラヨシコさんとか、はい、あの平成のギャルとか、はい、平成のギャルね、はい、あと男性山添拓とか、はい、共産党ですけど、あ、そうですね、その辺が参加していた、はい、うん、もので、はい、だからこれなんかもう共産党なんですよね、でしょうね、うん、共産党カラーが強すぎて、はい、まあ、こういうあのうまい感じでやろうとするのは共産党ですよね、共産党あの立憲民主って下手じゃん、はい、で共産党ってこういうあの絵を描いたりとか、はい、チラシとかもすごく必死にね、うん、あの若作りするっていう感じですよね、そうですね、でもその、はい、若い感じでやってるんだけど、はい、なんかちょっと痛々しい感じがするんですよね、痛いね、うんうん、これ僕もあのデモの映像見たんですけど、はい、ちょっと見てらんなかったですね、あ、うん、ね、この痛々しい、はい、このコールとか、お前ら膝痛めてんじゃねえのって小ギャル、はい、古い方のギャルだから、古いギャルだから、はい、まあ、そんな感じでしたけどね、はい、まあ、本当にいろんな方が参加していて、うん、確かに若い方もいらっしゃったんですが、はい、うん、なんかあの不屈っていう、 こう漢字で書かれた、はい、あの T シャツを着ているすごいでかいおっさんとかもいたりしたので、はい、いやすごいなとどっから全然ギャルじゃねえじゃんっていう、いや、はい、確かにねそういうのもいたりしましたね、はいはい、まあ、これね今後活動していくのか、うん、もう第1回で終わりなんじゃないかなと、うん、もう旗揚げ工業で解散みたいな、はい、なるほど、うん、感じになるんじゃないかなと思いますが、うん、これやっぱりその主張が今までと全く同じなんですよね、うん、あの共産党とかのやっているデモ活動の主張と同じなので、はい、うん、その辺をやっぱこの若者っぽい、その若者が求めてるような感じでね、うん、シールズ動かした時もそうだったし、うん、シールズちょっといてその後ろおっさんたちばっかりでしたからね、はい、そうですね、はい、なんかあの今若い人たちが求めてるのって、うん、多分ちょっと上の世代とは違うわけじゃないですか、そう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 、だからその辺をこう汲み取った主張をしていかないといけないのに、うん、はい、ちょっとなんか国葬やめろとか、そうそうそう、だって若い世代国葬割と賛成派多いですからね、そうだし、うん、まあ、本当あのこっから日本って国際的にもあの交流していかなきゃいけないし、うん、まあ、コロナで閉じてた分もあるし、はい、で政治家が世界中から来て、うん、いろんな交流ができるわけですよ、外交の場、うん、安倍さんの国葬っていうことなんだけども、うん、やっぱいろんな国から国賓としても来る人、国賓級の人たちが来るわけですから、はい、で世界中のジャーナリストが来て、うん、日本ってこういう国だって配信されるわけですよ、うん、で多分その頃はコロナ明けで日本が開国したっていうのもなるんで、うん、その後円安であのめちゃくちゃ観光客も来る PR もできると思うんですよ、うん、だからそういう意味では絶対にプラスになるんで、うん、やるべきなんですよね、そうですね、そういう意味でもね、うん、安倍さんが偉大な政治家だったっていうことももちろんですけれども、それ以外でも景気回復の起爆剤になるわけですから、うん、はい、まあ、あのハリス、うん、まあ、アメリカのハリス副大統領とか、はい、うん、まあ、オバマ前大統領とか、はいはいはい、あのインドのモディ首相とか、まあ、結構名だたる人たちがそうですもう参加するという話進んでいるので、トランプさんだって来るかもしれないですよ、うん、トランプちょっと来ない方がいいと思いますけど荒れそうなんで
ね、飛行機も持ってますから、ね、そうですね、ちょっと、まあね、機密文書を持ち出したっていう件で、はい、あまりちょっと風向きが良くないんで、はい、今のうちなら海外行けるかもしれないけど、まあ今、うん、パスポートも取られたって話もあるんでねFBI に、はい、大丈夫かと思いますけど、はい、本当ですまあ実際なんかね、持ち出していたのは本当だったっぽいですからね、はい、いや全然そうでしょう、うん、だって核の情報とかいろいろ持って出ちゃってたわけですから、うん、でしかも自分で作った法律で厳しくしてたんですよね、うん、それによって、まあ、起訴逮捕されるかどうか、まあ、元大統領だから、うん、やっぱちょっと国民が分断されるから動けないっていう面もあるんですけど、うん、はい、いや恐ろしいっすわ。そうですね、はい、木崎美恵さん、関税君こんばんは、首相です。ドイツのシュルツ君は羨ましい抗議を受けていたね私はもし日本で選挙ジャルたちがトップレスで抗議してきたらと想像したら背筋がゾッとしたよテロ対策法案で拡大適用を加速する必要があるねみずほの性暴力には屈しないからねと、はい、首相はセクハラは許さないからね、はい、なるほど、まあ羨ましい抗議っていうのは、はい、でも危ないですからね。そうです、そんななんか命をね狙われる、うん、安全保障のね、安倍さんもね、あんな近くまで寄られたんで、うん、手製の銃でも当たってしまったわけですから、うん、やっぱ近くに寄られるっていうのはちょっと危ない、ね、そうですね、ですね、あんななんかね、はい、ショルツ首相も寄られるなんていうのは考えてなかったでしょうかね。そうですね、はい、危なかった、はい、プーチンも CA とは近い距離で写真撮ってましたけどね、はい、コロナ禍なのに、はい、枝野幸男さん、2人ともこんばんは、枝野ですと。今日大阪で2人を見たよ。今日は乃木坂の、早川セイラちゃんの誕生祭やと言いながら全裸で道頓堀を泳いでいたね。その後これセイラでいいのかな、セイラちゃん見つかって、うん、愛が足りひんと言われて爆弾投げられて吹っ飛んでいたね。私は感動で涙が取らなかったよ。それはそうと新書出版おめでとうということですね。感動っていうかもう警察沙汰ですよね。そうですね、まあ大阪行ってないですからね我々ね、はい、それなんか、はい、ミステリーものみたいですね。はい、そうですね、昼大阪にいて夜生放送やってそう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 戻ってきた、はい、そうですね、まあ枝野は乃木坂のファンっていうのね、うん、アイドル有名なとこですからね、はい、JJ 杉さん、小池百合子が神宮球場で始球式やったみたいですね。枝野もこの番組見てるから小池もスパチャしてほしいですね。岸田枝野小池の政界三重視が見たい。いやいやいや小池はいいかな、のなりすましですから、ね、そうそうそう、はい、いやあともう髪型がないですよね、うん、はい、なんかこう逆にするみたいな感じでやってるじゃないですか、うん、はいはいはい、岸田首相だったら髪をこう、うん、ちょい悪親父みたいな感じにするとか、うん、なるほど、はいはいはい、枝野はスキンヘッドにするみたいな、うん、はいはいはい、小池さんスキンヘッドにするわけにいかないし、なあ、アマになっちゃいますねはい、ちょっともうパターンがないんじゃないかな、どうするかと、はい、